はい、どうも、リズム高です。ケウス。はい、今回ですね、女子のワールドカップの方の応援に行きたいと思います。おー、来た。とうとう、ワールドカップ。前回ですね、はい、まあ、僕がオランダの方に一人で、女子のチャンピオンズリーグの決勝を見に行って、はい、まあ、その現地の盛り上がりとか、すごかったね、すごかったね、映像でも。で、女子日本代表がですね、ニュージーランドでグループリーグを戦っておりますので、はい、我々もニュージーランドに乗り込んで、いや、行こうよ、なでしこジャパンの方をね、盛り上げよ、応援、応援、現地で応援してね、はい、テレビ抜かれるぐらい盛り上がる俺らに。そうよ、初ワールドカップだけど盛り上げてそう。マジでそう、初ワールドカップ。フィルム感染 Vlog 海外編ってことです。ワールドカップ、はい、すごい。世界記録が続くのか、世界に行っても通じるのかね、はい、ということで、それでは、次お会いする時には、はい、ニュージーですか。ニュージー、はい、お会いしましょう、はい、それでは行ってきます。行ってきます。はい、ということでウェリントン着きました。イエーイ。ということで、はい、スペイン戦に備えたいと思います。寝れませんでした。行ってまいります。ワールドカップすごい。いや、到着です。いや、到着です。あのよー、ウーバーにパスポート忘れたから始まりました。帰れなくなったから。お前やばいよそれ。もう一個余談なんですけど、はい、部屋4部屋なんですよ。もう2人寝なきゃいけないです。大男が2人で5人寝なきゃいけないです。今アイダスの方がウーバー呼んでくれだから、ちょ、ウーバーは履歴残るから、もうそれで今連絡してくれて。いやいや、もういやいや、バカ大変やいるやろ。まあなんとかなるでしょ。まあなんとかなるっちゃなんとかなるっすね。とりあえずじゃがりこでも食べますよ。え、部屋割りどうすんの。2人部屋でいい。俺も一人部屋でいい。1人部屋でいい。3人部屋にするって言ってもあるよね。マジで4個あるから。いや、でも俺らこれぐらいのサイズのシングルベッドで、これキングやろ。キング今日の夜に3人で寝る。真ん中地獄やろ。真ん中ボンバー始まれちゃう。真ん中地獄。ボンバーなんかしてたね。めちゃくちゃお前らアホや。いや、3人だよ。なんで寝たがってんの。最後の気持ち。お前真ん中や。お前一番ちっちゃいんやから。何やそれ。あ、それや。いい出しっぺ。お前真ん中。3人寝れないことはないよ。まあ、寝れる、全員寝れるとは思う。一回シュミレーションで寝れると思う。一回寝る。お前どっち向きでやる人。俺左がないから。左サイドじゃねえわ俺。俺上向きで。じゃあ俺ちゃんこっち。俺左サイドがいい。いや、でもこれやっぱ海外あるあるだけど、柔らかすぎてちょっと下にだれるの。でも、まあ、全然いけるよ。あ、いけるわ。あ、今日の夜はこうやって寝るわけね。いや、全然寝れるよ。前がちょっとでも俺にフィジっていたら俺も落ちるから。結構やばい。どうぞ。もうやばい。その時はその時はもう落ちるやろ。で、一日一緒に寝る。一日だけ。とりあえずね。これでちょっと次の日具合悪い人とか出たら、それは考えよう。なんで寝ようとしてんのこいつら。お前具合悪いやつが出る想定やん。お前それ寝れなかった。寝不足だわっつって。ということで、今日はね、着いたんですけど、夜7時半からのね、イタリア対スウェーデンを見に行くので、そちらの方までちょっとゆっくりしていきます。ということで今日は3人で寝ます。はーい。はーい。はい、ということで、今回のアイアスツアー、6人で来ております。部屋が5つあります。部屋5部屋で、4人が1人部屋、2人がツインだから、2人だけ2人部屋。うん。しかもツインの場合別棟らしいです。別棟に行くみたい。ああ、それをボンバーで、ボンバーした人はツイン確定で、アイアスの方含めて。フォーッ。まず1、2、3、4、5。あ、俺これの乗り越えたら勝ちや。しゃー、その回は。でも2回があるからな。三軒していけ。やばい、よく行った。おーれーな。振りが、振りが。
すごいつくね。おやじのお前。ちょうどいい、ちょうどいい。ということで、しげたかだけ移動になりました。そうや、はい、荷造りするわ、荷造り。荷造りします。はい、やってまいりました。試合当日です。来ましたよ。ここここ。お前顔やりすぎじゃない？ここ。お前すごいね。ここ。お前仕事なんですけど、はい、あのウェリントンの気候ってやっぱめっちゃ変わってる、強いらしいです。ウィンディーウェリントンっていうぐらいらしいです。本当です。あと余談なんですけど。余談多いな。あの日本、まあスペインってやるじゃないですか。両方とも次のラウンドに行くことは決まってますけど。はいはいはい。引き抜けの方が、うん、スケジュール。いいらしい。お前やつ言うな、お前。じゃあ移動とかが少ないらしいって。じゃあ両方ともじゃあ1位狙いに来てるわ。そうだから、でも国と国の戦いに負けていい戦いなんかないか。ないです。とりあえず入りましょうか。もうあのこれを取れない可能性もあるので。もうその前地獄っすね。とりあえずチャレンジしてみましょう。チャレンジしよう、行こう。はい、チェックの結果、リズムチャンネルのボードだけ持ってかれました。なんで、なんでだ。だってワールドカップ関係ないんだよ。俺があんだけ頑張ってたアイラブジャパンが裏にリズムって書いてたせいでいかれた。確かに。書いたぞ。俺があんだけ頑張ったのに。まあ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 、同じ意思は残ってるから。この2枚でね、どれだけ。入っていきます。ということで、会場インしました。なんかもらった。これ、多分あの民族系のやつなんか振ってたよ。キルケルボーズじゃないこれ。雨降りませんようにみたいな。ちゃうやろ。ちょっとぽいけど同じ文化。場所ちょっと混ぜてみますわ。全てのファンじゃないの。違うのが今日日本対スペインだから。でこっちに T シャツ、かわいい。スウェーデン、イタリア、イジョン国の持ってますね。なんか渋くないこれ。すごい。こんな感じで各会場あるのかな。ありますね、多分。すごい。突撃試合見た動画が多分後日上がると思う。結構面白い動画。フィッシュ&チップスを買ってきます。これマジでうまい。これはマジでうまい。この前送ったもんね。お前食いすぎやろ。お前食いすぎやろ。お前そのために俺昼サーモン丼にしたよ。このために。うまそう。この辺よりってでかくなってる。でも俺揚げたてやからな。揚げたて。マジうまい。めっちゃあったかい。これですよ、ニュージーランドといえば。フィッシャーチェス。フィッシャーチェス。熱い。俺としげハンバーガーだったもんね。揚げたて。あれ熱い。スタジアムにインしていきます。近いね、近いね。カメラの位置だけ押さえとこ。あっこと、あっこと、これ VR ね。まあ、これ、まあ、全然遠くから抜かれる可能性もあるからね。対角から、あの方から。あっちあるっすね。もしかしたらワンチャンあっこ使われてる説ないもん。じゃあ、ペイドシゲンじゃん。あ、俺やってきた
れ。国も勝たせれんのかよ。まあ、まだまだまだ終わってまだ3分の1しか終わってない。終了、どうもおもろすぎる。3-0、ちょっと興奮やんで、マジでマジでブラボーすぎる。ほんまにこれやばい。4本で3点でボールポゼッション 23% ですけど3点取ってます。関係ないです。もうだって 100本パス取れないから。知ってる、サッカーって点数のスポーツだから、はい、ポゼッション率のスポーツじゃないから。かなりイラついてますね、相手が。イラついてたね、はい、ファール点でいいところでちょっかい出そうとしてるから、スペイン。もう、俺ちょっと、もう大ファンなでしこジャパン、大ファンなるよね。俺もう決勝まで帯同したい。マジで行きたいな、マジで決勝まで帯同したい。ほんまに行きたいわ。後半に。後半に行きましょう。次、ゴール取るときこっちやもんな。うん、ちょっと近い。おー、やった。仕留める力強い。いやー、イエース、カモン、イエース、カモン、イエース。4-0で圧勝だ。イエース。これはね、優勝の雰囲気よ、これは。カモン、グリーン、1位通過。カモン、3-9、得失点差プラス10。ふうかちゃんピッチめっちゃ良かったけど、唯一下手なことある。写真自撮りです。下手、死ぬほど下手でした。落ちそうになった。可愛いから、いいよ、可愛いから。はい、ということで女子ワールドカップ第3戦日本対、スペイン4-0勝利です。バモス、すごい、バモス。
強すぎる、面白すぎるやろ。どうなったんだよこれ。4-0 国まで勝たせちゃったってことでいいんすか。はい、言ってしまえば。はい、いやでもね、ほんまにスペインが弱かったからじゃないですか。だって 80% ポジションぐらいしてたから。試合でバロンドール人いますか。バロンドール何一つさせなかったから。だしもうレアルとバルサやから。後ろには、はい、後ろの線、後ろのね、あのディフェンスラインがマジでちょっと10サッカーおもろすぎる。俺ら今回2試合見たんですけど、2試合ってもうバカおもろかったから。やばい、俺のテンション見たら分かると思う。マジで、いやめちゃくちゃ面白いでしょ。マジで面白い。ハマるハマるし、あのファンサーイグイ多分出しちゃったらもう不可能なようなファンサーしてるから普通に写真撮ってくれたから普通に、ね、あの自撮りで遠藤選手なんかね、うん、いつも見てます、いつも見てますって。エンドゥエグかったぞ、左サイド。エンドゥ言うねんの、もうエンドゥエグい。ちょっとやばいな。魔法かけてた。魔法かけてた。いやマジでちょっとこれ優勝あると思う、俺雰囲気見て。いやあるな。えマジとか、もうま全部見たいわこっから。エグい、変えなんといけない。ちょっと言ってたもんな、負けるまでずっと対抗したい。マジで対抗したい。最後まで一緒に戦おうって言ってたもん。家で明日帰るの。こんだけ帰るのが悲しくなると思わんかったわ。いやマジでなんかもう言葉に出んのよな。今回ねアディダスさんのね、うん、お意向でこれやってくれて、もうたまんないっすわマジで。ほんまに良かった。アディダス女子ワールドカップツアーハッシュタグ、これもうね稼働させまくりますよ俺。いやそれやな、はい、ほんまそれ。悔しいけど、まあ、日本から応援しましょう。まあ、もうこれは全力で、全力で全力応援ですよ。8月5日にあるので、はい、ぜひ皆さんテレビで17時日本時間明日のねやってるので、はい、もう絶対見るしかない。いや、はい、ということで、はい、明日の、はい、明日マジで応援しましょう。何でしょう、みんなで応援しましょう。よっしゃ、また次の動画でお会いしましょう。See ya! 頑張れ日本、バモス。